はい、どんちゃー、笹谷です。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は、日テレがついにコラボ問題を取り上げたのはいいのですが、コラボについて今後どうするか、厚労大臣が言及している最中に大臣の発言をなんとなく止めちゃうというような放送事故をやらかしまして、ただいま絶賛大炎上してるんですけども、まあその辺裏事情もあるってことね、それを分かりやすくお伝えするのと、後半は令和のローテーションが完全に大惨事状態でして、野党からもお前は何言ってんだとお叱りの声が上がり、太郎ちゃんが四面楚歌になってると話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目をつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはダメすぎる日テレの話題から。ことの発端は昨日1月16日に放送された BS 日テレの真相ニュースでの出来事なんですけども、日テレの小栗泉キャスターが今回不適切な会計が指摘されているコラボの代表が厚労省の困難な問題を抱えている女性支援に関する有識者会議メンバーにもなっているということで、今後も事業を続けていくと考えたときに、その疑念を抱かれている団体の代表者を有識者会議から外し、客観性ある第三者がきちんと見る必要があるんじゃないんでしょうかと加藤大臣にこう尋ねまして、名前こそ出さないものの有識者会議から2頭夢のを外す考えはあるのかと、まあそんなことを番組内で聞いたわけです。でこれについて加藤厚労大臣は、若年被害女性をはじめ様々な支援をする予算事業についてより効果的なものになるよう議論をしていただいておりますが、そのメンバーの中にという話がありました、適切な対応をしていきたいと思いますがと言ってる最中にですね、まだ喋ってる途中にですよ、ちょっと待ってもらっていいですかという番組スタッフの声が入り、その声に加藤大臣がうんと感じで、まあ、反応しましてね、明らかにカメラとは違う方向に顔を向けて約2秒間沈黙しというね、まあ、そんな放送事故レベルのことがございまして、ここで1回大炎上と。そして2秒間を置いた後ですね、加藤厚労大臣は再び喋り出したのはいいのですが、大臣はですね、民間団体と共同して支援をしていくことが必要だとの位置づけをされているわけで、事業内容を踏まえながら適正に執行がなされるよう努力をとね、またもこの発言の最中にちょっと聞きづらいんですけども、耳を澄ますとですね、飛ばしましょうという声が入り、 CM 入りをさせちゃいました。なんだろう日テレは、一つの番組でしかもこんな短時間の間にですよ、二度も大臣の話を断りもなく遮るなんて、ちょっと僕は見たことないです。要領をつかめない話だとか、ダラ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 とね、同じことを繰り返し話してるならね、カットしてもいいとは思うんですけども、そういう雰囲気じゃなかったですし、カットするにしてもですね、普通ならいきなりカットするんじゃなくて、巻きでお願いしますとかね、一回 CM 入れますとかね、遮る前兆があったならば、まあまあまあってことなんですが、そんな感じも全くなくて、これからコラボと有識者会議の関係性が佳境に入るぞっていう時にですね、まるで話の腰を折るかのように加藤大臣の言葉を遮ってしまいました。これじゃあ有識者会議メンバーに今後コラボを呼ぶかどうか、その見解に口封じをしたも同然、日テレはこれで本当大丈夫なのかって感じでね、ものすごく不審な放送でありました。まあ100歩譲ってですけれどもね、例えばですよ、これがたまたま運が悪いタイミングで見る人から見たらそういう風に見えるかもしれないよねというレベルであれば、僕もここまではイラつかないんですけれども、昨日の放送はそうじゃない、しっかりスタッフの声が放送に乗っかってます。こっから先はですね、ちょっとその問題シーンを振り返りながらお話ししていこうと思うんですけども、こちらが一発目の部分です。ドン。適切な対応をしていきたいと思いますが、ただただね、もう怪しいでしょ。そして2発目がこちらの部分です。ドン。先ほど申し上げた議員立法の中でも、はい、これは民間団体とよく共同してですね、支援をしていくことが必要だという、はい、こういう位置づけもという、こういう位置づけもという、こういう位置づけもされているわけなんで、はい、いやーこれはちょっとね、コラボについて厚労大臣が今後はどうしますって一番大事な時にですよ、そうはさせまいと遮断するみたいな雰囲気が出てますよね。これを見た玉川徹が、これ演出入ってますよって言ったとかないとか、いや言ってないと思いますが、静止したのは誰なのか、声の主は分かりませんが、これじゃあ大臣の口を封じたと言われても、華厳だけではないやから、違った過言ではないでしょう。いやー、びっくり、小気まろですよ。こんな映像を見せられたならば、炎上しないわけがないだろうってことで、今日は朝から日テレが大炎上しておりました。なお、この件に関して、業界人と思わしき小松昇龍さん、辰木さんって呼ぶのかな、ちょっとね、呼び方分かりませんけども、この方が BS 日テレの真相ニュースで加藤厚労省を呼んで、コラボ問題に切り込んで、
んだが、スタッフが何か喋った後、加藤氏の回答中に CM。 これ圧力でも何でもなくて、テレビ番組の CM って APC によって決められた時間に強制的に流れるってだけなのよとですね、裏事情的な解説をしておりまして、ちなみにこの APC っていうのはですね、オートマティックプログラムコントローラーの略だそうで、放送スケジュールだとか CM とね、番組の切り替えを APC というツールで自動制御してるようなんですけれども、でこの小松氏曰くですね、スタッフが何かやり取りしてるのを聞いてみると、 A ちょっと待ってください、このまま行きます、 B CM チャンス、 A 飛ばしますと言ってるように思う。おそらくスタッフ A はフロアディレクター、スタッフ B はタイムキーパー、要するに加藤氏は話しているが、ソース時刻が近いが、話題を一旦打ち切って CM 入りに備え、あ、まだこのまま行きますか、 CM 入ります、 CM チャンス、かっこ CM 入りの告知をください、間に合わないです、 CM チャンス飛ばして直に行きます、というだけのやり取り。飛ばしますは別に加藤氏の話を打ち切りますって意味じゃなくて、 CM チャンスという本来入れるべき手順を飛ばしますってだけのことと、まあ、このように説明してます。ちなみにこの方はですね、二刀夢の氏についてですね、温泉娘を不当に批判してるなどと批判的に書いていることから、少なくともコラボ連帯の方たちとはね、関係なさそうな感じですので、こういった裏事情の可能性もあるのかもしれませんというのはね、お伝えしておきますけども、ただですね、仮にこの話が本当だとしても、スタッフの声があんな形でざわついた状況でがっつり入っていったら、番組作りとして結構お粗末だと思いますし、そもそも論で恐縮ですけども、こんな重要な話題をなぜ視聴率が絶対に取れない BS 放送でやってるのか、テレ朝に対するアベマ的な感じのね、僕らも僕らなりにこの話題には触れてみましたよ的なね、まあアルバイ作りと申しましょうか、ガス抜きレベルのね、そんな放送にしか見えません。もっと堂々と地上波でやれば良いと思いますし、そういえば日テレ傘下の読売テレビ隠し子ライブミヤネ屋じゃなかった、情報ライブミヤネ屋はこのコラボ問題取り上げていましたでしょうかね。統一教会問題ではえらく威勢よくですね、我々はこれからも真実を追求して暴いていきます、統一教会の脅しには真っ向勝負していきます、屈しませんみたいなかっけえことを言ってましたかあの正義感あふれる宮根誠司は一体どこに行ってしまったんでしょうか。国後の公金が不正に利用されてるっていう疑惑が出ているのにね、あ、もしかしたらあれでしょうか、宮根誠司はコラボを糾弾するとね、夢乃ちゃんの方から既婚者のくせに愛人に子供まで産ませるなんてキモいってね、ブーメランを食らっちゃうからね、そういう可能性があるのでね、それでコラボを扱えないんでしょうか。それなら仕方がない気もするよ、武士の情けでそこはね、あんまりほじんないでおきますけれども、ただな、そうじゃないあっちの理由もあるのでね、あっちの理由ってのはですね、あなたのお仲間キングオブツボガーことですね、吉田芳久大先生でありますけども、まだ彼が議員でいらっしゃった時代にですね、これちょっと見てください、ドン、これは有田芳生講演会の収支報告書なんですけども、ここにほら令和2年4月16日神原はじめっていうね、超敏腕弁護士の名前があるでしょ、15万円も払ってるじゃないですか。だからこれもしかしたらね、ミヤネ屋によく出演していた有田芳生もね、コラボ連帯の一味だろって感じて、ハイエナ系 YouTuber に過去をほじくり返されちゃう可能性もあるので、今は嵐が過ぎるのを待とうって魂胆なのか、なんだかさっぱりわかりませんが、一刻も早くミヤネ屋でもですね、コラボ問題を扱ってくださいと1ミクロン程度ね、期待をしたところで、お次の話題は昨日もお伝えした令和ローションプレイこと令和ローテーションなんですけれども、今日はね、炎上というかもう火柱っていうくらいね、他の野党からもつっつかれていて、もうニッチもサッチもいかんくなってるという話題を J キャストニュースより見出しがですね、水道橋博士残り任期を1年ずつ5人で分割、令和ローテ、野党も批判続々、常識では非常に考えにくいということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。水道橋博士の辞職に伴う繰り上げ当選者の扱いに野党からも困惑が広がっている1月16日に記者会見した山本代表の弁によると、残された任期をより有効に活用するための方策だという。だがこういったやり方はそもそも制度が予定していない上に、仮に議席が割り当てられた人が離党した場合の扱いなど、運用面でも課題が浮上しているだいたい山本って男はですよ、元気が出るテレビの時代からダンス甲子園ってね、ダンスの技を競う場所で受け狙いでね、海パン一丁でメロリン級なんてね、一発芸でのし上がった男ですから、三つ子の魂もなんてらでね、目立つことが彼にとっての正義なんですよね、と。で、共産党小池書記局長は、記者からローテーションの話を知らされて、事実とすれば、それはちょっと制度のあり方としていかがなものかという思いはあるが、基本的には比例代表というのは、党で運営して判断する選挙でもあるという面もあると思う。今の時点できちんとしたコメントは今聞いたばかりなので、その程度にしておきたい。あれで、共産党の小池さんは全然否定してないっぽいですよね。
こういうのもありってことなんでしょうかね。それとも驚きすぎて言葉に詰まってしまったのか、その辺ちょっと分かりませんが、続いて国民民主の玉木代表は17日の会見で、いろんなこと考えられるなというのが率直な印象とし、制度がローテーションを予定していたかどうかについては、なかなか予定していたとは言い難いと見る。そしてさらに、議席を割り当てられた人が仮に離党した場合、この仕組みが破綻する可能性も指摘。仮に途中で党籍を離脱して離党したような場合は、議席がつながらなくなってしまって、令和さんの枠ではなくなってしまうので、そういう担保をどうするのか、そもそも任期をそういう細切れでやることがどうなのか、最終的にはそれも含めて選挙で判断される問題ではないかとの見解を示した。そうそうそう、その通りですよ。いっちゃん最初にね、繰り上げになる大島九州が離党したらどうするんだってね、一議席外に持ってかれるぞっていうね、まあそんなツッコミが多数ありましたし、じゃあ契約書でも作ってですよ、ローテーション議員は必ず1年後に辞めてもらうと。そんな契約書だとかね、拘束をかけられるんであればね、本当にかけられるんであれば、どこの党でもそれやりますよ。比例の議員が離党したらですね、比例の議席は必ず返納せよって、そんな強権政治できっこない。令和は国会議員の資格舐めてやってると思います。はい。で、またちょっと記事に戻って、立憲の岡田幹事長は、17日の会見で、明確に不適切だとの見方を示した。常識では非常に考えにくいこと。制度上は不可能ではないかもしれないが、制度として考えていることとは違うと思うとし、そういうことを許せば、毎日でも一日でも国会議員とか、そういうことだってできてしまうわけで、繰り上がり当選というのは、何らかの理由で前職がバッジを外した場合に、例外的にあり得る話であって、毎年一人という、そういうやり方は決して良いことではないとした。おしまい。ということで、野党の方からも批判されて、山本太郎は四面楚歌状態でね、ざまあ見さらせってことなんですが、最後の岡田克也の言うことも一理あるんですよね。1年でローテーションできるんであれば、1ヶ月でも1日単位でも理論上はローテーションしてもいいという話になりますし、これを許しちゃうと最悪の場合ですよ、次の立候補者を集めるときに令和から比例に出馬した場合はですね、落選しても皆さん比例ローテーション枠で必ず議員バッジをつけれますっていう、そういう誘い文句もできちゃいますよ。恐ろしいよね。世の中には敵マニアみたいなのもいるんでね、そういう奴らが令和に集ってですよ、一日でもいいから国会議員をさせてくれって、金ならいくらでも払うなんてやからがね、結構来るかもしれませんからね。でもってその代わりにですよ、ローテーション枠に入るためにはまず最初にね、多額の献金が必要ですよと。合計1000万円分ね、献金するだとかね、令和のグッズを購入してもらうとか、そういうことでローテーション枠に入りますよとか、そんな悪用を僕が令和の幹部だったらね、山本太郎に進言します。とまあこんな馬鹿げた話ができるくらい令和のローテーションは筋が悪い。そういえば以前山本太郎はですね、この国会の最高権力者は総理大臣ではありません、あなたです、力を貸してくださいなんてね、そういったことを言ったことがありますけども、この議員のローテーション案を見るとですね、この国の最高権力者は総理大臣ではありません、山本太郎ですってなっちゃいますからね。だって山本代表の一存でね、鶴の一声で、あなたは今日から議員です、でもその1年後にはあなたは今日議員を辞職してくださいって、そう告げることができるわけでしょう。ある意味総理大臣よりも偉い人ですよ。だって自民党に吉川赳って議員がいたでしょ、東海地区の比例に受かっていて、あの男がですよ、18歳の子とお酒を飲んでホテル行ってね、ちょめちょめしたっていうね、そんな不祥事を起こした男でさえ離党はしたけれども、議席返納には応じてないでしょ。岸田首相や自民党幹部もですね、除名して離党させることはできたとしてもですね、議員辞職まではさせられない。それくらい国会議員って身分が保障されてるんですよ。あと、国民の玉木さんも言ってましたけれども、大島九州って人がですね、繰り上がり議員になって、その後辞職したくないって言ったら、一体これどうなっちゃうの？さっき僕調べてみたら、年間報酬がね、これ参議院議員の場合、2180万ですよ、年間報酬がね。それプラス、文通費とやってる謎の裏報酬が年間1100万円でしょ。もうこれだけで年収3400万円ですよ。僕は大島九州の立場だったら絶対やめませんよ。だって離党して無党派になってますね、5年ぽっち国会議員をやり続けていけばですね、トータル1億7000万円報酬がもらえます。恥をかいてでも粘った方が全然人生お得ですし、それにいただいてる間に金融商品ガンガン買いまくってね、議員辞めたこの5、6年後にはですね、年間の投資リターンが500万円になってる体制を作り出せればですね、悠々自適なファイヤー生活が現実に近づきます。太郎ちゃんの操り人形なんてまっぴらごめんもいいとこだよ、って感じで離党しますわ。まあそんな笑えるどんでん返しを期待しつつ、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりなどかけて締めたいと思います。令和の繰り上がり議員とかけまして、笑いが止まらん男の人生と解きます。その心は大島クスお
なんか今さっき大島九州のプロフィールを見たらですね、もともと民主党の議員で、そこから希望の党に行って、そこから国民民主に行って、で今令和なわけでしょ。まさに政界渡り鳥を地で言ってるような人なので、これは議員になった途端マジで離党することもありえますよ。そうなったら絶対面白いんでね、僕はワンチャンそれを期待しておりますけれども、本日も面白かったためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。